熊本から世界へ羽ばたけミラクルアスリート、未来を切り開く挑戦者たち、最瞬間誓約書ミラクルアスリート。サッカー J2 リーグに所属するロアッソ熊本、そのチームで16歳でプロ契約をした高校2年生の道脇豊選手。現在17歳以下の日本代表に選出され、先月行われた FIFA U17 ワールドカップに出場した期待の選手です。やっぱり自分の代の世界のレベルをこうやって肌で実感することができて、本当にいい経験になったなというふうに思いました。これから自分を強くするいい収穫になったかなというふうに思います。道脇選手は身長187センチの大型フォワード、高さを生かしたヘディングの強さ、前線で起点となるポストプレー、そしてここ一番で得点できる勝負強さを兼ね備えているストライカーです。ゴール前でのダイナミックな動きとか、右足左足ヘディングのシュートっていうのは自分のストロングポイントにはなりますね。高校生ながら今シーズンは18試合に出場、天皇杯3回戦では2得点を決め、チームの快進撃を支えました。チームを指揮する大木監督も期待を寄せています。ゴール前ですね、点が取れるところ、思い切りシュートがあること、そうですね。6歳からサッカーを始めた道脇選手、中学1年生でロアッソ熊本のジュニアユースに加入、当時からヘディングや身体能力の高さを評価され、中学3年生の時には高校生のユース世代と一緒に練習、そして去年クラブ史上最年少16歳でプロ契約。高校生 J リーガー道脇選手が目指すものとは。しっかり日本で結果を出して海外へ行って、そこで A 代表に選出されるっていうのが自分の一つの目標です。道脇選手の夢を叶えるパワーワード、一生懸命だと知恵が出る、中途半端だと愚痴が出る、いい加減だと言い訳が出る。この言葉は小学生の時に母から教えてもらった言葉で、自分が一生懸命にプレーしていたらもっといいプレーができるし、この言葉にしました。未来を切り開けミラクルアスリート。